区では日本に来て間もない外国籍の方に向けて、区の手続きやサービス、困った時の相談窓口、お出かけマップなどを紹介する冊子、高等暮らしガイド外国語版を無料で配布しています。外国語版は見開きで日本語、英語、中国語、韓国語の4カ国語で表記されています。この度、優しい日本語に対応、最新情報へアクセスする QR コードを加えるなどリニューアルしました。区内在住の外国人数は令和5年4月1日時点でおよそ3万4500人と年々増加しています。こうした背景から、区内在住の外国籍の方を対象に知りたい情報のニーズなどを調査、改訂版で優しい日本語に対応することになりました。優しい日本語は、難しい言葉を簡単な言葉に言い換える、二重否定を避ける、文章を短く区切るなど、外国籍の方や高齢の方など誰にでも理解しやすいよう、分かりやすく噛み砕いたものです。マイナンバーの説明で比べてみると、改訂前は日本に住民票のある全員に通知される一人一人異なる12桁の番号をマイナンバー個人番号と言いますと記載されていました。今回の改訂版では、日本に住んでいる人はマイナンバー12桁の番号があります、初めて日本に来て転入届を出した人には個人番号通知書が送られますと、柔らかくまた見やすく表記されています。改訂版に掲載されている QR コード、スマートフォンなどで読み取ると121言語に対応している区ホームページにアクセスでき、最新情報を知ることができます。多言語に対応できるページを参照できることで、より多くの方に情報が伝達できるようになったほか、冊子のページ数を大幅に減らすことができ、お手軽な一冊となっています。その他にも、警察や病院といった緊急時の対応、防災、ゴミの分別など生活に役立つ内容を最初にまとめて紹介、イラストを多く使い、見やすく分かりやすくを心がけた内容となっています。高等暮らしガイド外国語版は、区役所2階高等情報ステーション、区民課住民記録係、豊洲特別出張所、各出張所で配布しています。またホームページからダウンロードもできます。外国籍の方に向けた生活ガイドブックであり、区役所での手続きや緊急時の対応、子育て、介護についてなど、暮らしに必要な情報がまとまった高等暮らしガイド外国語版。優しい日本語による表記で誰もが分かりやすい一冊です。ぜひご活用ください。